バベル城は、マオポルスカ県の都市、ポーランド王宮殿、バーベル城とも言う、ポーランド王のカジミエシュ三世の命により、970年に建てられた。カジミエシュ三世最盛期には、塔が立ち並ぶ壮麗な姿だったという。また、バベル大聖堂も付属して建設された。1978年、クラックフの歴史的中心地の構成要素の一つとして、 ユネスコ世界文化遺産に登録された。バベルの歴史は、すでに中世のポーランドの土地とポーランドの王朝の歴史と深く結びついており、ほとんどの中世とルネサンスのバベルは、中央政府と国会の座であった。ポーランドとリトアニアの連邦が形成され、成長するにつれて、バベルは、ヨーロッパ最大かつ最も重要な都市の一つになったが、このステータスは、 首都が1596年にワルシャワに移転した時にのみ失われた。カジュミエシュ3世が970年に建て始めたのがバベル城であり、後にポーランド王国国王の宮廷になったゆえんである。バベル城のタペストリーの作品の中の一つ、カジュミシュ3世が建設を決めた際、この城はまだ宮殿と言えるほどのものではなかったが、クラックフがポーランド王国の首都だった頃、 そして、ポーランド王国が存続した約500年以上に、わたって、集築、改修が行われ続け、現在の豪華絢爛な宮殿に仕上がったのである。この城は、標高228メートルのビスワ川の左岸にある丘に建てられた、要塞化された建築物である。バベル城は、国王が退官して埋葬された、バベル大聖堂など、歴史上重要な建物で構成されている。 ロマネスク様式とゴシック様式の建築などは970年にまで遡ることができる。現在の城は14世紀に建てられたもので数百年にわたって拡大した。何世紀にもわたり王の住居であり、ポーランドの国家の象徴であったバベル城は現在では美術館として開放されており、国内有数の美術館となっている。1930年に設立された 美術館には、ルネサンスの絵画、版画、彫刻コレクションなどを担当する10の学芸営部門がある。また、バベル城のタペストリーも著名である。ありがとうございます。